はい、こんばんは。はい、今回はですね、現在開催中のイベントですね、もののふ討伐録やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと前回ちょっとボリューム調整ミスってましたね。はい、ではやっていきたいと思います。まあ、一応ね、一周はやっております。はい、まあ、現在の札の状況ですね。はい、こんな感じです。で、今から一徳はですね、札とかあ、こっちだ。これですね。平石さん？はい。うん。あ、思いっきり突っ込みましたね。で、割れてるし。あれ、どれだ？今回のどうですかね、まあ、このイベントの行き先ですね。結構大変ですよね。え、前回が無限城だったんですかね。あ、あれは違うか。あ、消化しないといけないんですよね。学生が溜まっちゃってるんですよね。どうしよう。うん、南無阿弥陀仏。
やっぱりこう前のダンジョンっていうか古いダンジョンに行くとあれですね、やっぱこうなんかなんとなくこう成長してる感じがわかりますね。思い知ってか、なんかそんな気がしますね。あね、今回アップグレードがありましたからね。序の口って一つしかないんですよね、うん、これだけか。守備やってみましょうか。まあ、ちょっと一通りやってみましょうかね。サンミさんには何回負けたことか。はい、さくらさんからですね。
南無阿弥陀仏。ちょっと移動しますね。道場依頼の方をやります。さっき、まあ称号は取れたんですよね。わーすごい、全然まだ情報がまだまだですね。これこれかあ、これ違う、ダンジョンか。すごいな。やってみましょうか。さっきこの2つ取れたんですよね。風と火の方ですね。で、これがちょっと勝てなかったですね。暗鬼神？あ、ちょっと読み方わかんないですけど、これがちょっと勝てなくて、ちょっと他でやってみましょうか。雷と水？これやってみましょう。勝てるかな。ちょっとイベントとは関係ないですけどね。対象ではないですけど。ちょっと一回だけチャレンジします。ん？隠れられなくても問題ないですよね。あれ、どこだ？どっち行ってるんだ？あ、これだ。
ああ、いけるかな。あれ、これ痺れない、もしかして。あ、そういうこと、痺れない。まだ生きてますね、こっち。まだ大丈夫そう。あ、これ生きてますね。終わってるっぽいな。はい、称号獲得です。じゃあちょっと調子に乗って、あの雷の方もちょっと行ってみます。雷どこだ。あれ、この辺、あ、これだ。あ、これは、そうそう、一回やってもう勝つ気がしなかったんですよね。はい、ではやってみます。
あ、これだけ痺れてくれたらいけそうな気がしますね。大丈夫そうです。はい、称号獲得です。はい、ちなみにお供のレベルが現在あれ、お供どこだ。あ、トムのレベルが13です。はい、動かないように技能入れてないです。多分ダメだな。やっぱりダメか、動かないか。表現か。4枚で各4枚いるんですね。金の宝箱を交換するのが各4枚。ちょっとやっぱ序の口やった方がいいですね、これ。消化はまた次回にします。今ザクを借りながら行こうかなと思ったんですけど、豚がたまんないですよね。
とすいません、ちょっとこれここ何回かやります、何回ちょっとやりますね。ここは全然溜まってないですね。インゲンさんやめよっか、インゲンさん変えて、あ、そっか、家臣使えないんだ。出ていくか、半兵衛さんで。結構あれですね、半兵衛さんでも見えますね。父の名にかけて絶対に負けられぬ。
え、リファー遅う。ハンテさんがなんか動き、ん？遅いな。ちょっと大事したが長いか。父の名にかけて長いかな。今回の宝箱の当たりなんでしょうね。現在の札、あ、まだまだやっぱり序の口が足りないですね。あれ、なんか今回札の量が多いですよね。結構もらえますね。
はい、2時20分。何枚貯め、目標をちょっと決めないとね、ダメですね。どうしようかな。40で宝箱10個これで、ね、80はちょっときついか。まあ一応目標は80にしていきましょうか。20個。まあちょっと休憩挟みながらちょっとやります。ちょっとあの途中で寝落ちしないように。まあ結構1回で 8枚ぐらいなんか入りますよね。1枚10銭して80枚ですもんね。まあやっぱりそれなりに大変ですね。あと6000、序の口あと6000。
じゃあちょっとこれを終わったら、ちょっと休憩します。流派いらないかこれは。どうしてもこう助けを呼んじゃうんですよね。画面を切り替えるときにどうしてもこのメニューになっちゃうんですよね。南無阿弥陀仏。それではちょっと実績します。
ました。はい。これ終わりですね。目標札80枚。まだ半分いってない半分いってないか。次が、まあ、いや、とりあえず序の口80枚集めます。南無阿弥陀仏。まあこの戦い方は楽なんですけどね、眠くなりますね。眠くなっちゃいますね。
ただいま今札を80枚目標に集めております。ようやく半分ぐらいですかね。体勢低下つくのがやっぱ大きいですね。最低 30%。 で、松姫の最低低下つきますよね。
1体の敵に対して 5% じゃないかな、うん、あ、もうこの時点で 50% です。出すもんね。え、再生、うん、南無阿弥陀仏。いやー、違うとこ行きたい。違うとこ行きたい。ああ、けどいや、80枚足ります。なんかこの依頼がもう一つあるの気になります。これが、クリアできなかったんです。これ結構難しいですね。大間の依頼ですね、極み、まあ、称号を取りに行こうと思ったんですけど時間が足りない。
の名にかけて絶対に負けられぬ。技能は 10% ってことですね。推定低下 10%、 それぞれ 10%。 あ、70、73、あと1回で80枚突破しますね。今回はここはもう終わりです。これで終わりです。ちょっと別の場所に行きます。
たか。はい、81枚。幕下ですね。これを80枚、まあ残り50弱、はい、どこ行こう、幕下は2箇所かな。近いかな、白石さん。これは鬼にはでいいのかな。白石さんの方がいいかな。はい、じゃあちょっとこの前に休憩します。
はい、新規マサイ戻りました。はい、続きをやります。幕下ですね。幕下を80枚、あと残り50弱ですね。あれ？あ、そうか、出てないわ。南無阿弥陀仏。何にかけても絶対に負けられぬ。
あ、このレベルの敵はハンデさんいいですね。思い知ったか。80枚が80万結構時間かかりますね。父の名にかけて絶対に負けられぬ。
の名にかけて絶対に負けられぬ。そうそう、このキャラクターちょっと見た目が変わったんですよ。さあどこでしょう。取りました。あ、連れて行こうか。このペースだと朝までかかりそうですね。まずいな。ナムアミダブツ。今のモーション好きですね。飲食の。
南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。66枚、あと14枚。2回ですね、あと2回。
来週ですかね、来週からお盆休み、夏休みですかね、うん、あ、自分はね、お盆休みとかないんですよ。来週は祝日がありますよね、祝日と日曜ですね。普通に13が日曜、14、15、普通に仕事ですからね。ね、中には9連休とかの方いましたね。うらやましい。白石さんはラストですね。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ、
幕下80枚達成です。十両が今35枚、45枚か。6回、2箇所、全勝。もうこっち行くと覚醒がもったいないんだよね。あっちの方が楽か。風いきます。こっちの方ですね。グレードのおかげとはいえ、この風雷っていうんですか、極みに勝てたのは嬉しい。ちょっと証拠を見せましょうか。まあ今さらね、まあ、勝ってもとか言われそうですけど。まあ個人的にはもう到底かなわない敵だったんで、いや嬉しいですね。極みの方行きます。やばい。もうほぼほぼ脳が寝てますね。あれ？どっちだっけ？ビビリでタンタンを飲みます。あ、大きいじゃないわ。オッケーじゃない、全然オッケーじゃない。増えた。まあいいか。
知ら、しびれてる時に倒しきれなかったんですよ。全然無理でしたね。半分以上残ってましたね。これがよくわかんないんだ。浄化宝。だから宝とか聞くとなんかすごくいいものに感じますね。あ、やっぱ今のダンジョンみたいにこう自動で外に出てくれると嬉しいですね。もう個別に外出るのが本当に大変というか、面倒かな。さあ、多分で、あ、OK だ。あ、さっきある程度覚醒消化しましたからね。なかなか意識しないとこうね、雑魚をやらない感じですよね、今。覚醒の回数、え、回数じゃないか、これは。これなんだこれ。これじゃないな。なんかこれ、あ、こっちだ。これが上限に達してるんだ。で、次だ。これを。あ、さっきのはまぐれではないです。
この忍法はですね、腕力ほぼほぼ振ってないんですよね。初期振り、それでもそこそこダメージ出ますよね。まあもちろんその体勢低下とか、まあ、体力とかありますけど、この忍法を作ったのがまだ九州全盛期の頃だったかな。ああ、その時忍法って言ったら大体こう引き止め、要はサポートですよね。それなんで腕力がいらなかったんです。まあ自分なんかのその遊んでる仲間の中では、まあ他の方は分かんないですよ。だからもう振られてその術止めに行けない忍法はいらないみたいな感じだったんですよ。だから器用魅力振りですね、完全に。まあまあ後々ちょっと後悔したのが知力が低いってのがちょっとネックでしたね。カンパができない忍者もいらないって言われましたね。また同じとこ行きますね。まあけどね、やっぱそうやってストレートに言ってくれた方がなんか自分は気持ちがいいですね。面と向かって言われる方が好きですね。あ、やばい。あくびばっかりしてるのバレてます。あ、忘れた。あ、ごめんなさい、やっちゃった。たまにこう演出で何かこう8人目でこう運営さんのキャラクターが入ったりしないですかね。
知ったか。まあ、自分が持ってる特化で一番、あ、特化というか職業、やっぱ一番忍者が、難しかった。難しく、大変だった。全てのステータス上げないといけなかったのがきつかったんですよね。ちょっとそれが無理でしたね。18枚、3回だ。あ、すいません、ちょっと入ってたんですけど、けど忍者一番非難を受ける、まあ、ちょっとこうあれ、まあ、話の内容があれですけどね、まあ、一番こう非難されるのがやっぱり盾ですね、盾シャツですね。一番文句言われますね。それも本当にいい思い出というか、まあ本当昔の話ですよね。まあ、九州全盛期の頃の話ですね。すいません、ちょっと離席します。離席です。見えないか。
しょうがない。すいません、戻りました。油断したら寝ちゃいますね、これは。うん。ここはどこ？私を敵に回すと怖いのよ。極み、通常と極み別に差はないんですよね。何か極みするメリットってあるんですかね。札集めだけなら通常でもいいんですよね。
黄色がつかないですね。引きにくいですね。お、結構しびれましたね今回。ちなみに信頼レベルは20だったはず。20ですね。全然嘘です。あれ？あ、え？あ、80いってるわ。あれ？次は小結ですね。さんの方が上なんだ。そしたらどっちがいいかな。あ、けどこっちの方がいいか。こっちの方が楽そう。依頼の方が出入りが楽なんですよね。
今回信玄さんが早い。忍法10万いかないか、いかないですね。思い知ったか。結構耐性低下 50% いってるはずですけどね。あ、物理はいってない、あ、いってますよね、うん。あるわ。あ、え、強いかな。うん。
ラム阿弥陀仏。あの大間のあの TD ですかね、あれ実装した時行った時はもうダコに勝てなかったですからね、困ったもんですよね。雑魚戦で壊滅しましたからね。特性が上がりましたね。私を敵に回すと怖いのよ。あと18、
あと3回ですね。あ、また同じとこ。何かけても絶対に負けられぬ。あらら、しょうがないですね。
友のレベル上げが。どうしよう、ちょっと音も変えましょうか。やば、まだ1だ。あれ？トラじゃない。残ってる。達成ですね。はい、達成しました。じゃあちょっと宝箱を交換しましょう。
果報告はないんですか？あ、初回報酬があるからちょっと難しいですね。使ったら無理か。報酬をちょっと見ますね。これはまあいつも通りですね。はい、どれか新しく追加されたんですよね。あ、これかな。あー、 0.1% か。まだこれは出たことないです。21個。まだ今まで兵というものを手にしたことがないやつ。ご褒美兵。ご褒美兵が出たら拍手してください。報酬含めて26個ですね。さあ、じゃあ改めて、はい、こんな感じですね。これは何だ？これが、あ、ん？おー、あ、これもいいじゃないですか。雲武器。これが追加されたんですかね、今回から。はい、16ですね。26個。じゃあこれが6個かな。さあ、え、はい、次10個。これは筆は嬉しいですね。まあこんな感じですね。はい、20個。ご褒美ヘイ。あれ？はい、続いてこちらですね。26個。まあ、え、はい、10個。え、はい、はい、あ、変えてなかった。
願い、お願いです。どこ？え？はい、次10個。あ、これ武器が出ましたね。ちょっと救われました。最後10個ご褒美。はい、以上キャラクター、各キャラクター26個開けた結果でした。どれだ、武器は。まあ一番良かったのは武器かな。武器で増えた？あ、てか、まあこれくらいかな。はい、まあまだはね、イベントは始まったばかりです。さあ頑張っていきましょう。はい、ということで配信はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。はい、それでは失礼します。おやすみなさい。